1916年、アメリカ合衆国大統領選挙。1916年、アメリカ合衆国大統領選挙。1916年、アメリカ合衆国大統領選挙は、ヨーロッパが第一次世界大戦に巻き込まれていた時に行われた。大衆の感情はまだ中立支持だったが、ドイツ軍がベルギーとフランス北部に侵略して占領し、市民を虐待したために、 イギリスやフランス、連合国の側に傾いていた。しかし、連合国側に対する同情にもかかわらず、アメリカ人有権者の大半は、戦争に巻き込まれないことを望み、中立政策の継続を好んだ。選挙戦では、民主党現職大統領のウッドロー・ウィルソンが、共和党候補で合衆国際高裁判所判事の、チャールズ・ウェバンズ・ヒューズと戦った。 激しい選挙戦の後で、ウィルソンが僅差でヒューズを破った。共和党の指名候補者1916年、共和党全国大会は6月7日から10日まで、シカゴで開催された。大会での党のボスたちの使用目的は1912年、アメリカ合衆国大統領選挙で起きた党の辛い、分裂を修復することだった。1912年では、 セオドアルーツベルトが離党して自ら共和党のリベラルなもの大半を休合して進歩党を決闘した。当時現職大統領のウィリアム・タフトは通常の共和党候補指名を獲得した。この共和党の分裂で共和党病は分散し民主党候補ウィルソンの当選につながった。1916年の時は幾人かの指名候補が公然と名乗りを上げていたが、党のボスである。 最も著名な保守派上院議員、エディルート、ニューヨーク州と改革派上院議員ジョン・ W ・ウィークス、マサチューセッツ州は、両派に受け入れられる中道のものを望んだ。彼らは合衆国際高裁判所判事、チャールズ・ウェバンズ・ヒューズに目を向けた。ヒューズは1910年以降判事を務めており、6年間政治問題について、公の場で話していないという利点があった。ヒューズは、 積極的に指名を求めたわけではなかったが、それを断れないことが分かり、3回目の投票で大統領候補に指名された。元副大統領のチャールズ・ W ・フェアバンクスが副大統領候補とし指名された。ヒューズは主要政党から大統領候補に指名された唯一の最高裁判事である。 民主党の指名候補者、1916年民主党全国大会は6月14日から16日までセントルイスで開催された。ウィルソンは党内での人気が高く圧倒的多数で再指名された。その副大統領トーマス・アール・マーシャルも反対なく再指名された。新ポトは元大統領のルーズベルトを再指名したが、ルーズベルトは辞退してヒューズを支持した。 ルーズベルトが指名を辞退した時点で、党はすぐに崩壊した。党員の大半は共和党に復党したが、少なからぬ者たちが第一次世界大戦に参戦しないでいるウィルソンを支持した。ルーズベルトは個人的と政治的な理由の両方で進歩党の指名を断った。再度第三の政党公認で選挙に出ることは民主党に勝たせるだけだと確信するようになった。また、 ウィルソン大統領はドイツや他のヨーロッパで戦争をしている国々が合衆国を脅すことを認定いると考えたので、ウィルソンのことをひどく嫌うようになっていた。ヨーロッパでの戦争が選挙運動での大きな問題となった。ウィルソンは中立を続けることを訴えて再選を求めた。その選挙スローガン、彼が我々を戦争から話しているが大きな人気を得た。 ヒューズは大々的な徴兵と軍備計画を訴えた。ウィルソンよりの新聞はヒューズが選ばれたら密かにアメリカを参戦させることを考えていると主張した。ウィルソンがドイツに対して無制限の潜水艦攻撃を停止するように圧力をかけているのでヒューズがウィルソンの平和考領を攻撃するのは難しかった。ヒューズはアメリカがメキシコの内戦で様々な派を支持している。 軍事干渉を批判した。また、ウィルソンが様々な労働組合寄りの法律、例えば1日8時間の労働時間制限を支持しているが、これは事業の利益には有害であるという根拠で攻撃した。しかし、ヒューズの批判はあまり注目を浴びず、特にそのような法律を支持している工場労働者の間で顕著だった。ヒューズは元大統領リューズベルトの様々な援助に、 助けられ、また共和党が当時連邦議会の多数党であるという事実も力があった。ヒューズはカリフォルニア州で重要な誤りを犯した。選挙の直前にカリフォルニア州中を運動して歩いた。ロングビーチにいる時に強力な共和党州知事、ハイラム・ジョンソンと同じホテルに泊まった。ヒューズはジョンソンがそのホテルにいることを多分知らないで。 そのスイートルームにジョンソンを問うことをしなかった。ジョンソンはこのことを礼遇されたと思い、ヒューズに対する全面的な支持を与えることはなかった。接戦のカリフォルニア州でヒューズが赤敗したことを考えれば、このうっかりが随分高くついたことになった。投票日の夜にヒューズは東部と中西部の州でリードを奪い、いくつかの新聞はヒューズの勝利を宣言した。 しかし、ウィルソンは敗北を認めず、南部と西部の開票でも理解して、最終的にリードを言い回した。最後のようとなった州は、カリフォルニア州であり、投票数百万票、近い中でわずか3800票差で、ウィルソンが制した。選挙人投票でもアメリカ市の中で、最も接近したものになった。当選するためには266票が必要だったが、 ウィルソンは30州から277票を集め、ヒューズは18州から254票を集めた。もしヒューズがカリフォルニア州を制し、その選挙人、票13を得ておれば、当選していた。一般投票ではやはり接戦だったが、ウィルソンの方が49%で多数となり、ヒューズは46%だった。 1916年の選挙戦で民間の伝説となったのは投票日の夜にヒューズが大統領に選ばれたと思って就寝したということである。翌朝記者が電話でウィルソンの巻き返しに対するヒューズの反応を得るとした時誰か話によってこれが彼の息子だったり羊だったり従者だったりするが電話に出て大統領は眠っていると記者に答えた。その記者は 彼が目覚めた時に、もはや大統領ではないと伝えてくれと反論した。この選挙について興味あることは、やはり接戦だった2000年の選挙結果と比べた時に、7つの州、カリフォルニア州、インディアナ州、メリーランド州、ニューメキシコ州、サウスダコタ州、ワシントン州、及びウェストバージニア州を除いて、結果が全く反対になっているというとである。 副大統領のマーシャルは1828年のジョン・カルフーン以来となる2期目に選ばれた副大統領となった。ウィルソンは出身州、ニュージャージー州を制することができずに大統領に当選したことでは2人目となった。最初は1844年のジェームズ・ポークであり、出身州のテネシー州だけでなく、出生州のノースカロライナ州でも敗れた。 ウィルソンはまた、一般選挙で過半数が取れずに来続けて、多数で再選された大統領としては、初めてのものだった。次に、同様な結果になったのは、ビル・クリントンだった。さらに、現職大統領として勝利した時の得票率差3.1%は、当時の最小であり、2004年の選挙で、ジョージ・ W ・ブッシュが50.7%を取り、対抗馬。 ジョン・ケリーが48.2%を取ったのでその差が2.5%となり最小差記録を更新した。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満、得票率差5%未満、得票率差5%以上10%未満。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。